こんにちは、僕たちは韓国人バンド BRG でーす。今週一緒に勉強したいと思った曲はアソムシティクラブの夏の午後はコバルトです。どこまでも行ける、私を見つける、夏の午後に夢見る。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はアソムシティクラブです。男性2人と女性1人の日本の3人のバンドです。活動は2013年からしました。事務所はレニット、レーブルはカッティングエッジです。初めてはバンドというよりもプロジェクト的な集まりを目指していた旧メンバー、たくみさんがシティクラブまで考え、読み心地の良さからアッソムという単語がそのシティクラブの頭につけられました。このバンドの特徴でコピーがあります。眠れない街アッソムシティ、夢を求め集うこの街にアッソムミュージックがあふれ出す。アッソムシティクラブ、僕らが聴かせたい人たちはこの街のどこかにいる、それまでがそのバンドのコピーですから、多分このバンド名の意味をよくわかるようになると思います。この曲はフジテレビの火曜ドラマ彼女は綺麗だったのオープニングソングです。このドラマは原作が韓国の MBC ドラマ그녀는예뻤다、박서준さんと황정은さんが出演したドラマですけど、そのドラマがリメイクされて日本のドラマのオープニングになりました。今日の観戦ポイントはもう夏は終わりましたけど、今年の夏を構想しながら思い出を思いながら見ましたらもっといいと思います。じゃあ行きまーす。시작이리듬부터이미딱여름딱그느낌이있어너무펑키해진짜힙합같은그런느낌이여름엔단발이시원하겠죠그래서처음에딱짜는건가 이제여름이야그래서아나저희두분이너무웃긴거예요 아처음에마네킹인줄알았어사람맞죠사람아니이렇게옷만드는장면이있는데코린짱이실제로도의류브랜드를하고있더라고요유명한아이돌 DC 라든지유명한아이돌들하고같이참여도같이하고그래서의상이예뻤구나엄청색감도진짜예쁘더라고요색감이진짜예쁜것같아요진짜이코바르토랑너무어울리는 영상인것같아요약간파스텔톤이라고해야되나그런기타저것들은색깔이 뭔가나여름만의그행복한느낌있잖아여름만즐길수있는그즐거움있잖아 이두분이왜있는가 왜있지싶었어계속생각보다꾸준히나오는데그러니까요계속끝날때까지 이것도관전포인트가될수있겠네 진짜진짜편하게있는거야둘이 나는뭐멤버인가처음에는 멤버인가싶었는데 이안무도너무 귀여워신이나도해가지고 아니나저장갑을치고장갑을끼고기타를치는데저장면도너무뭐라고해저렇게칠수있나의문점이막들더라고요 됐어요난태우크로시나가라기타엔소できます이야베이스だったら多分弾ける人は結構あるんですけどギターはあんまりないかな難しいしなんかフレットの感覚がちょっと狭いから演じることにも集中して
取ったと思います。やっぱり有名なチームとかアーティストは音楽だけじゃなくもともといろんな仕事もやりながら一つのブランドになるみたいです。僕がなんか韓国で住んでいる時はシティパップというジャンル聞いたことがないんです。日本で来てからシティポップという音楽のジャンルを聞いたんですけど、アッサムが本当にシティポップの代表の曲じゃないかななんか思います。あ、それと曲の一部だけでもコバルトの色のなんか何らかしらがずっと出てて、曲の雰囲気と か, なんか夏の季節の色をちょっと想像してこれを入れたんじゃないかなずっと思いました。だって僕がコバルトでなんか意味があるかな検索したけどあんまり出ない。そうそうそう空の色とか、うん、海の 色韓国語でエメアン世界そうですよね。確かになんか요즘우리가리뷰한곡들을보면무채색으로꾸며진 MV 가정말많았던것같아요그게어쩌면일본의어떤정서가맞을수도있고이제일하고계세요어맞아맞아춤을잘추시더라고요 자전거타고저분은자전거를잘타죠 근데자전거탈때표정을한번봐줘 아까그표정그대로 근데색감이이게컬러그레이딩이라고하거든요아찍어놓고색감을맞추는건데일부러사람들만조금색깔을입혀놓고완전날렸어요그게진짜요즘되게트렌디하다고해야되나정말음악만하는게아니라아티스트라는느낌을딱받는느낌이있는것같아요딱보면각자의색깔들이딱맞는게정답도왔다오오락킹같은거하시더라고요그래서아댄서였구나아どうでしたか기타노方が使ってるギターのエフェクトの中にワウペダルっていうやつがあるんですよ、うん、ワンワンワンっていうことでそれが入ったらなんか曲の雰囲気をちょっと潰すっていうかちょっと汚すっていう感じがあるんですけど適切になんか使ってる感じがして、うん、やっぱりプロはプロだなって思いました。僕は勉強する前はギターのメンバーあるでしょこの人が全部作曲作詞を知ったと思ったんですけど曲の作詞はポリンちゃんがもう多いするんだって、うん、プロデュースもポリンちゃんが一番かっこいいです今年の夏についてちょっと考えたんですけどライブもして結構面白かったんですけどなんか夏はやっぱり海じゃないかな海とか渓谷とか、うん、なんか旅行に行けなくてちょっと残念です。来年の夏はもっと楽しめるようになったらいいかなと思いました、うん、夏の午前じゃなくて午後はちょっと終わる時間、うん、夏の終わりと思ってコバルトというのはもう明確にもう言えないことだから確実に言えないけどなんかこの夏はこんな気持ちだったことを表すんじゃないかなと思いました。めっちゃいい勉強になりました。この MV 見ると僕は全体美術品見るよう なんか色とかちっちゃいダンスでもなんか本当にいい勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。またね Yeah.